最近ちょっと思ってることがあって、全体オフは来るけど、なんか参加型にはほとんど来ませんみたいなやつもさ、なんか何かちらほら出てき始めてるような気がしてて、なんかちょっとたるみすぎてる気がするんだよね。だからあれしたいよね、出席ソフト入れときたいね。ちなみにあのエビフライは参加するって言って、あの当日無断ブッチです。見習え、マジでエビフライを。エビフライ当日ブッチです。しかも俺に何の連絡もない、俺に何の連絡もなく、ドタキャン、ドタキャンどころか、え、これエビフライどうなってんのってなって、あの、なんとも連絡ない。バロ大会参加禁止で拗ねた。多分拗ねてる。参加あんましないやつがさ、タブ見ると、あ、でも、姫路城でも参加全体は来てなかったのに、普通に来るよな、普通に。まあでも来なかったのか。似かすぎて一言も喋んなかったから、わかんなかっただけか、姫路城。黙れ。え、姫路城と話したかったよなぁ。無視が消えた。姫路城、あの、カードゲームショップ乗りかと思ったけど、全然そんなことなくて、ちょっと、静かだったからなぁ。ちょっとラボをちょっと作っといて。あの、出席率アプリ。出席率カウントみたいなのしといてほしいかも。サーバーに入ってるか、サーバーでどれくらい、まあ、どれくらいいるかとかも分かればいいけど、サーバーに入ったかどうか分かるように、こっそり導入しといてほしい。なんか面白く計測してもらえればそれでいいんで。あの、名前はサーバーに入ったか、アプリ。まあ、チャット数もカウントしてくれたら、なおよしだよね。昔なんかチャット数がカウントしてくれて、タコワサ14が W しかチャットしてないことが分かったし、結局。あ、タコワサ14じゃなかった。ごめんね。もうタコワサ、あ、でも当時はタコワサ14だからタコワサ14でいいか。もうやめちゃった子ね、タコワサ14。タコワサ14はもうやめちゃったから、いなくなったから。チャット数の勘なら今から過去数ヶ月分でも集計できますよ。ああ、そうなんだ。チャット数じゃあなんか、ちょっと過去で集計しといてほしいな。ちょっと企画、別の企画で使いたい。それだとダブルしか打ってないカス炙り出せる。多分炙り出せる。桃鉄みたいにさ、決算のやつやろうぜ、もう4ヶ月に1回。トゥ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 ポポポーンっていうやつ、あれやろうぜ、決算月みたいなやつで、あのそれぞれどれだけなんか活躍してるかどうか決算月みたいなやつで見るみたいな、それやりたいな、グラフで出してみたいな。あの、読むしろ何がやりたいかわかる、それ、あの、決算ってドントンってやつ、あのね、それわかる、それ何がしたいかわかった、うまい。ということで、ちょっとそういうたるんでる参加勢がいるので、たくさん人が入りました。ちょっと来てください、ちょっと入った人。まず講習会を行います。集合、新規集合で、まずいこといくつかある。1、とりあえず2ヶ月は欲しいものリスト我慢しろ。2ヶ月ぐらいは、あの、今欲しいものリストを貼るな。ここで欲しいものリストを貼り始めると、そういうことだから、2ヶ月は我慢しろ。中指これ貼れっていう振りだぞ。いや、まあ、逆張りで貼ってもいいけど、何が起こっても知らないよっていう。で、何も聞いてなかったんやけど、終わってる、マジで。やっぱこいつ一番やばいやつ入れちゃったじゃん。ちゃんもう、こいつやばいかも。こいつやばいかも。中指と背中の2つ同時に入る方法知らないって。ああ、なるほどね。ディスコードを2つ同時に入る方法がある。それは、ディスコード PTB とディスコードカナリーっていう2つあるから、手磨き組に行ってあっち聞いてくるわって言い出してびっくりした。ちょっとあっちのクーソンのやつ聞いてくるわって。ログアウト、どこだよ。行ったり来たりしまくってクソがこれ言ってる。よし、ちょ一旦ペリガキ戻るか。お、ペリガキこれやっとこうか。よし、ちょっと俺クソの方戻るでって言って戻るみたいな。いや、でもよくわかんないんだったら参加型の方だけ聞いとけ。あの、参加型は絶対聞きなさい。一旦コータンも初めて知りました。え、そんなバカなブラウザで見てた。え、もしかして PTE とかなり知らなかったってこと。俺も僕も知らない。何それ。え、なんかディスコードにはいくつかあって、正式版とベータ版みたいなやつと開発版みたいなやつの3つがあって、安全だよ。うん。で、ブラウザ版だとなんかバグったりするのよ。なんか表記がバグったりするから、ブラウザ版よりはアプリ版の方がおすすめやね。
で、次が何言ってるかわからない。え？あなた25歳無職ですよね。大丈夫か？日本語できないせいか。ガムボールも理解できてない。なんか動物組が頑張って教えてくれ。で、まあ、一個言うとすると、今回は女性がいるから、女性向けの注意点を言うと、関わってはいけない参加税が、ナッシー、チュッパー、あと誰だ？陰キャ転生、ナッシー、チュッパー、陰キャ転生、かな？下沢の4人は関わっちゃダメ。ナッシー、チュッパー、陰キャ、下沢は関わっちゃダメ。チュッパとナッシーと陰キャと下沢からなんか DM 来たら即風呂。即風呂で。ほぼ反射なんでダメです。反射なんで、もうほぼ。で、勢力は参加して、あ、こいつらキモいなと思ったらすぐ変わって OK。クにチクるのは OK。なんでもチクれ。勢力は一人でもいいし、てか最近思ってるのが、割と膨らみすぎてるから、多分出来横が新しく作る。デキ横図ってやつ作るからネーミングちょっとあったでしょデキ横図ってやつが今できようとしてて、それに入ること、書いてるでしょ、新眠りディスコこれかな、御殿場クラウンかっこいいじゃん。一応これに入ってもらって、チュッパ参加禁止、チュッパ来たら蹴って、チュッパとナッシーと陰キャ転生と下沢来たら蹴る、 OK。ルールに会話禁止って書いてある。もう何でもないじゃん、終わってるで、デキ横図終了じゃん、まず会話すらもできないデキ横図は新しいあれなんで、他の勢力植民地にしないでね。 あと北五次翡翠が入ってきても相応の処置を取っていい。デキ横北五次翡翠も相応の処置で、参加税の主流派はそんなに植民地化しないように、特にペニガキ組、ちょっとペニガキ空気読めない節あるから、ディディがよく監督しといて、ペニガキ組があっちに行きすぎないように。ディディ頼む。え、なんかデッキ起こずに入り浸って植民地化しないように。いい感じに分散してもらって。ちょっと話しにくいから人いると。ダメ？あ、昴生くんでいいんじゃない？クリボー、昴生くんがいいと思うよ。いいじゃない？昴生くんがいいんじゃない？あり？まあ、昴生くんはまあ、ダメんじゃないかな。昴生多分どこでも生きていける。いやでもピに気をつけなきゃいけない人は、昴生は大丈夫、多分若い男子はピに気をつけること。何を言ってんの中山君、エーペックス差し押してないよ。お前何を言ってる、何を言ってるの、自然です。うち何言ってるか分かんない話聞いてないよね多分やっぱガイガイちょっとこう、あと、キッズを信用しない。参加税にあなたたちは慣れたんですけど、普通のその辺の視聴者のキッズが、情報漏洩させようと接触してくることがあります。気をつけてください。情報漏洩察しないように、情報漏洩更新と思ってください。まだ情報漏洩したら死ぬんで、マジで。マジで情報漏洩気をつけて。もう本当に敵しかいないと思え。昨日の友は今日の敵って思え。お前ら。あ、もう名刺の客じゃないから、みんな。OK。みんなもうお客さんじゃないから、ちゃんと、割と急に牙を向いてくるんで、恨まれてるとすら思った方がいい。名刺抜けた方がいい？いや、それ抜ける必要はない。なんなら別に、名刺ちゃんと遊んで、踏みとどまらせろ。周りを、コミュニティちゃんと作れ。むしろそれはやってもいい。全然。そう、情報漏洩だけひたすら気をつければいい。別に。すいません。最近、くんさんにコメントやらなくて、もう3型やめようかな。もう3型自分なんか用済みだよねってツイートしてもいいですか？ダメです！はい、これダメな例ですね。はい。なんか、お気持ち表明は基本的にしちゃダメです。オビワンさんって知ってますか？皆さん。オビワンについてどう思う？みんな。新しく参加した人たち。オビワンのツイートはどう思う？かわいそう。かわいそう。まあ確かに、まあ、哀れ。まあかわいそうか。まあ、ああいうのはやめましょう。風花さん、鍵垢でやれば見れないし、多分大丈夫ですよ。ダメです。もっとダメです。お気持ち表明はダメです。で、参加税も敵なんで、参加税に愚痴っても、全然漏れます。
酸化鉄同士の鍵垢も危ないんでマジで気をつけてください。一瞬に広まりますよ。あのすぐ言うから酸化鉄も別に信用できないんで、そう面白かったら広めるんで。待って、くんさん、タクでついさっきまで話聞かないでハブサバお散歩してた。もうダメ、もうダメ、もうダメ、もうこの子もうふるいは始まってる。そう、新規の人も既存の酸化税のリークをくんさんに対して全然してください。チュッパがキモい DM してきましたとか、そういうのも全然していいです。マジで本当に気持ち悪い DM とかなんかディスコードの態度とかしたらすぐに俺に言ってください。今さっき来ました。はい。あのね、これチュッパなんですけど、これガムボールとタクですとに送ってるじゃん。これデコイです。あの、本命はセナタロに送ることです。本命はセナタロに送るために、わざと、一旦男のどうでもいいやつに、あ、これでよろしくお願いしますって送って、全く意味のない DM を送ってるだけ。これあの、あれです。ごまかしフォロー、デコイ DM です、これ。これデコイです。全員に送ってますけどねっていう免罪符を増やすためにやってます。うん、セナタロ、あの、チュッパと接触禁止だから、チュッパとは接触しないように。チュッパとナッシーと、インカテンセとシモサーとは接触禁止。セナタロ、チュッパブロックした。あ、いいね、それで。ちょっと、ペニガキ組人多すぎるな。もう解体した方がいいよ、ディディこれ。ディディこれ解体させた方がいい、これ。ペニガキ組多すぎる。人が多すぎるよ、これ。あの、分割統治した方がいい、これ。ちょっとペニガキ組いすぎ。これ多分ね、これな、来てもつまんなくなるから、マジで解体しろ、これ、ペニガキ組。なんとかして。整理しろ、一回。東ペニガキ組と西ペニガキ組に分けた方がいい。個性が潰れる。東西分割してくれ。なんか共産主義と資本主義に東西分割してほしい。壁を作って。だってどうせカッチャンキックするぐらいでしょ、どうせ。大丈夫。ペニガキは実験がないから、初期長のディディとうまく話してなんとかするわ。実際多い。そうそうそう。だから、ちょっと DD 初期長と俺がちょっと話しとく。また。あ、喧嘩は外でするな。そう。それもだね。喧嘩外でするな。思ったことがあったら Discord の中で発言すること。え？ちょっと待って。タクデスって世界政府に入るんじゃないの？なんかペニガキ組にいない？もう人材取られた、世界政府。もう人材取られた。もう取られたの？もうちょっと、おい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 、もう取られたのか？もう一瞬で人材流出した。陰キャが誰も入れるなって言ってる。もう終わってる、マジで。もう終わった。もう終わってる。移民を拒んでる。もうダメだ。移民を拒んだ結果、衰退していく。まあ、ちょっとなんとか、ちょっと分散させた方がいいな。グループはちょっとグループ分散させよう。すぐペニガキ組が回収するのよくない。なんか適当に分散してね。多分人いっぱいいるとちょっと微妙になるから、ペニガキ組分けてひまわり組を作ります。代表的なメンバーサンフラワー、買っちゃう、ライム。絶対無理、絶対無理。もう話にならない。マザツ見て、キリト、今までありがとな、一人で頑張れよ、さようなら。やばすぎ、やばすぎ、やば。紅茶が来て、あー、紅茶が来て、キリトをクビにしたってこと、こわ、交換らしい。紅茶戻した、最近マイクラ来ないし、あー、だからもういらないやってこと、こわ。あのね、マジなのにすると全部入った方がいい。一回全部入れ、新規の人は。あのね、一つのところだけしか入んないとマジで微妙くなるから、一回全部入ってろ。いや、その、なんかもう無名の光でも何でもいいから、もう全部入って、なんとなく会うところに行った方がいい。全部入って、全部入りな、もう。本当に無名の光とかも入ったりして、別に好きなところに行った方がいい。なんか一箇所に固まると、なんかノリ違うなみたいになったら来なくなるから、いろんなところあった方がいい。いろんなところに入りな。その一箇所、もう全部入った方がいい、なんなら。なんなら全部入るべき。ちゃんとロビー活動してくださいね。政党にちゃんと人入れてください。まあそんなもんかな。あとは何か注意点ありますか？バンされる最も可能性が高いのは、まあ見てるからわかるだろ、それは。正直。見てたらわかるでしょ、何でバンされてるかみたいな。嫌われバンは、まあ大丈夫だと思うけどな。そうそうないと思うけどな。嫌われバンなんて。いや、なんか、どっちかっていうと嫌われバンじゃなくて、
嫌われててトリガーがゆるゆるになってこうちょっとなんかあったらドーンみたいな感じになるっていう、その嫌われ版っていうものは存在しないのよ。なんかトリガーがゆるゆるになるみたいな感じ、トリガーがガバッガバになって撃たれるみたいな。3人同時にチュッパさえまだバンされてないっていう、これ同時に言ってるからね、ウマヅラと14と長月。あ、そう、スマブラのパーセントと一緒。そう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 、あのスマブラのパーセントと同じで、やらかすとこうどんどんパーセンテージが上がって吹っ飛びやすくなって死ぬから、あんまりヘイト買いすぎるとすぐ飛ぶ。あと、そう、ツイッターの DM は解放しない方がおすすめかな。めんどいことになる、解放しない方がおすすめ。あと面試の人に絶対いろいろ聞かれるけど、ペラペラ話すとあの人情報漏洩してましたみたいになるから気をつけた方がいい。マジでマジでそうなるから、マジで情報漏洩はマジでバンのトリガーになりかねないから気をつけた方がいい。多分情報漏洩の方が起こしやすい、容易に狙ってやってくるから。マジで田辺さんにセナタロ入ったからチュッパバンされた。あー、いい判断いい判断。あー、あとそう、ツイッターでいろいろ言われるけど気にしちゃダメ。なんか言われてもまあスルーだし、まあなんか嫌なことあったらツイッターに書くんじゃなくて、その参加勢同士の友達ってなんでいるかっていうと、そこで話したりそこで解決するためだから、人に話せるのが参加勢同士だとできるから、だから実利は病みやすい、実利は病むから。おしっこ漏れそう、おしっこしてきていいよ。じゃあなんか表に撒き散らしちゃダメ、基本的に中でちゃんと処理してください。あとまあくんさんに言う、なんかあったら俺にすぐ言う。あのそう、参加勢だからもうなんか俺に DM するのは全然何の躊躇もいらない、どんどん DM していい、別に DM して、いや、あの今日のご飯何ですかとかはダメだけど、ダメっていうかまあうざいけど、なんかまあ別に DM をしていい、してなんかあったらすぐ言うみたいなとか、なんか迷ったらすぐ言うみたいなのはどんどん送っていい。そう、 DM 送りすぎ番とか存在しないし、そう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 。あとなんかあったっけ、もう自分のディスコサーバーを作ってもいいですか。自分のディスコサーバー何用、参加勢とだけだったら作ってもいい。ただ問題なのが、自分の囲いディスコードみたいなのを作るとまずい。あ、ワド組ってのを作るってこと。あ、ワドルド軍団ってのを作るってこと。そんなんもうどんどん作ってもらって、ワド組作るんならワドルド軍団ってのを作りたいんだ。あ、全然いいよ、クリー組から人引き抜けて多分いなくなっちゃうから。クリー組メンシ様には当分行かない方がいい。そんなことないよ、全然今日今から行ってもいいぐらい。別に配信中はダメだよね、配信中はダメ。あ、そう、なんかまずいことやるのが、配信中とか参加型中に面試で遊ぶとかは良くない。参加型中は参加型にできれば参加してくださいねってのはある。ただまあ無理な時はあるかもしれないけど、アンダースタンドしました。あとなんだろうな、まあ、表でお気持ち表明とかは基本的にやんない。裏垢、あの、一番やばいことは、面試の時の友達がいる裏垢であれこれ言ったり、愚痴書いたりするのがいっちゃんやべえ。ディア垢とかならまだしも、裏垢とか鍵垢全部漏れるから、内容。すべて漏れるから、裏垢って裏垢じゃないから、事実上。だからもう、それはやめた方がいい。鍵垢は基本的にやんない方がいい。やってもいいこと何もない。で、次が、裏配信。まあ、やんないんじゃねえって気がするけど、まあ、ダメなのが、俺が配信してるときに、マイクラとか、まあでも、マイクラ配信中かな。マイクラ配信中に別で配信しない。まあ、ニートブはまあ、しょっちゅう配信してるから、まあ、よしとして。マイクラは配信しないこと。マイクラ配信中は。あとは、まあ、参加勢で友達作っといた方がいいかな。参加勢友達作っといた方がいい。リスナーで友達作るよりは参加勢で友達作った方がいい。今まで参加勢以外で友達いたやつ大体いなくなってる。その辺のキッズとめっちゃつるみまくるってやってたら、なんかちょっとこう乗り違ってきてなんかいなくなるみたいなことが結構多い。なんかマジで多いから、まあその面試とかはいいけど、普通にやっちゃうと良くない、いい結果を招かないことが多い。まあ情報漏洩とかがあるからな。あー、やっちゃダメなこと言うか。マイクラででかい建築を建てました。ちょっと待ってね、これ見てて、今からほら見て、これ某の建築、今溶岩まみれにした。ウケるくね、田辺さんは溶岩まみれ全部、多分これ燃えるわ。ガハハハハ、ざまあ見ろ、ガハハ。で某の建築は無残に燃えてしまいました。でやっちゃダメなことは、某がマジで建築燃やされるで本当に泣いましたとかって言ったり、もう立ち直れないとかってツイートすると、
めんどいのでディスコードでちゃんとそういう時は言ってください。ディスコードでちょっとガチめにやめてほしかったんですけどみたいなのをディスコードでちゃんと言ってください。私の建築です。まあシラソル今バックアップ取ったらしい。今バックアップ取った、よかった、危ねえ、よかった、セーフ。あ、そう、配信外では基本的に荒らさないでください。配信外、撮影外。シラソル呆然。TD クソザルに爆破。まあ一番ダメな参加勢としてのバットはカイジと思った方がいい。カイジが多分一番ヤバかった。カイジはかなりヤバい典型。なんて言うんだろう、座標言え座標を誰でも TP できると思うなよみたいな、こう参加勢様みたいなムーブをするのがヤバい。それがヤバい。だからやめてください、それ系は。あとなんかあるっけ。ツイートを見せたとき相談せずに消しときましたってやるやつ。あー、とある人がやったんですけど、ツイートをした後怒られて、で、わかりました、消しときましたみたいなやつ。だから消すと、それがやばかったってわかるじゃんみたいな。まあなんで、まあちょっと、そこはしないにしましょう。で、あとは、まあ、参加方やばいやつもいるから、まあ仲良くするのもいいんだけど、マジでいろんなサーバー入った方がいい。いろんな参加勢のサーバー入ったり、一人でやるのもいいし、一人でやるのも全然いい、実際。別に。マジでやばい人もいるから、参加勢でも、ナッシーとか、ナッシーとか、そういうのは。実際やばいから、やばい人とは絡まないようにする。あと、ノリ違うなとか、ちょっとこのサバ いやと思ったりしたら、まあ別のサバ行ったり、まあいいなと思ってても別のサバも行ったりしてみる。別に急に VC 来て、別にハートはならないから、まあ行ってみるのがいい。あと女性はクリー組へ行かない方がいいかな。女性は行っちゃダメ。男だったらクリー組行くのもいい。女はクリー組行っちゃダメ。非常に危険なエリアなんで。非常に危険なエリアなんで、こう男だけの世界にしてください、クリー組は。渡航難易度4。渡航難易度高めだから、ちょっと女がいけない国かな、ちょっと。まあそんなもんか。他ある、なんか。頼れる参加勢リスト。まあ、50人クラットに関して、頼れるまともな参加勢リスト。基本いない。基本いないけど、第一相談としては、参加勢同士で何かトラブル起こったときは、とりあえず、DD に言うの結構おすすめかも、俺。意外と。顔が広いから、なんとかしてくれる可能性がある。なんとかしたり、俺になんとかしてくれたりするから、DD は割と顔広いよ。顔広いから、なんか、なんとかしてくれるかもしれない。あと、トム。動物組関係はトム、DD、アリエヌか、まあ、ニジマゴさんか、あたりか、話しやすそうなのは。なんで？いや、なんかこう、ね、年齢的に、女で年齢的に近いところがそこかな、みたいな。女だったりしたら。情弱なので PC をしてるの上手い人いますか？長月。長月で。技術的なトラブルは全部長月が解決する。カスタマーサポートと思ってもらって、無料でテックサポート全部受けれます。なんで、参加勢からは分かってるけど、リスナーからは分かってないヤバいやつが、暇人とか本当にヤバいから、暇人さんに相談しても何も起こんないから、なんか困ったことがあっても暇人さんとか陰キャ転生、陰キャ転生はギリか。暇人さんに言ってもマジで何もならないから、本当に気をつけた方がいい。気をつけた方がいいリストだと。マジで、マジで、これはそう。なんか本当に何度も言ってるんだけど、陰キャ転生の方が1000倍マシって感じ。コミュ力がない場合はどうしたらいいですか？同じ話題の人と群れるのもあり。同じ話題の人と群れる。まあ、無名の光でもいいと思うし、別に。割と年齢層がね、割と、無名の光はいい感じの年齢層だから、若すぎないから、まあいいかも。なんか若すぎるとこう、ちょっとノリが、ちょっとあれだから、年齢的に20前後みたいなのがいい感じだから、ちょっと若すぎて無理だわみたいな、うるさすぎて無理とかだったら無名の光は割とあり。俺ドルフィンとめっちゃ話合うわ。いやそれね、毒状態するね、疑う。それはさすがにもうね、その毒状態が相当ひどい状態になってる。それは俺も同じこと思ってた。毒状態って俺と同じ感じだね、ふふふ。下振れ上振れがこうね噛み合ったってやつかな。
まあこんなもんか、注意事項。まあなんかあったらもう断るごとに俺に相談すればいい。最悪。逆に質問ありますか？何でもいいっすよ、質問。動画にできない質問なんですけどとかでもいい。何でもいいよ。何チャットしてもいいよ。もう参加税なんだから。ウルンルーさんとは付き合っていいんですか？チャットが苦手です。まあ、だったらそれ相応のムーブをすればいい。は？何？チュッパサーバーコマンド、クズニート、ナイスムーブ。何？セナタロチュッパのこと P ボタンを押して、あの DM できないようにできるから、P で検索ってやって、チュッパを検索で探して、メッセージを非表示ってやつやったらいい。もうやりました。ああ、オッケー。じゃあいい。